こちらの延長九伝物は現代では不適切な表現がありますが作品を尊重して読みますことをお断りいたします。名人長寺第二十一節金松が清兵親方のところで長寺が突然いなくなったとあたふたと説明します。用語解説ありに打つ斜めに 筋違いいにととうこと「かけ落ち」ここでは失踪の意味です。「常太郎そいつは大変だ。あのばあさんはどうした?金<松>」。「松ばあさんもいねえ」9<時>。「九二」。それじゃあ長兄と一緒に駆け落ちをしたんだ。あのばあさんなかなか色気があったからな常太郎 バカ言うもんじゃねえ。なんか訳のあることだろうがな。かねえ、ばあさんの宿へ行って様子を聞いてみたか聞きやしねえが、隣のおかみさんの話に、けさばあさんが来て、親方が旅に出ると言って暇をくれたから、田舎へ帰らなきゃならねえと言ったそうだ。そんなことなら、で一番にこっちへ言うはずだ。 俺もそうだと思ったから親方に,にも断らずに旅に出るはずはねえ。女房の置き去りということはあるがこいつは妙だ。かねえてめえは長兄に嫌われて置き去りにあったんだ。おかしいな。冗談じゃねえ。若いお館え親方の命だが長兄に限っちゃ。 道楽で借金があるというわけじゃなし、このせつはいい出入り場ができて仕事が忙しいので都合もいいわけなのに、夜逃げのようなことをするた、合点がいかね。ともかくも親方に会っていこうと奥へ通りました。奥には今年七十七の親方正兵が茶味人松崎島の広袖に。 松綿の入った八畳木綿の斑点を着て眼鏡をかけ安藤の前でその頃火事の名人と呼ばれました神田の地蔵橋の国広の打ったのみと浅草田んぼの吉広深川の田安前の正火事の打った二丁の神田の溶き上げたのを見ております年のせいで少し耳は遠くなりましたが気性のかった 威勢のいいじいさんでございます金松は長寿の質問をひどく案じて気がせきますから奥の障子を開けていきなりに「親方底変ですどうしたもんでしょう」せいべ「<米>えー、なんだぎょうさんな静かにしろ」だって親方わっちのイネールスに抜け出しちまったんです。 それ見ろ。あんなに言うのに、うちを覚えねえからだ。中の釘はまっすぐに打っても、上の釘一本を割に打ちせえすりゃ、止めの離れる気づけえはねえというのだ。杉の片木かまあ、片木だ。道楽をしねえから。大きいもんかわっちより少し大きい。確か今年二十九だから。 何を言うのかさっぱりわからねえ。ほら、道具のことを聞くのだ。ん道具ですか。道具はすっかりヤグ布団までわっちにくれていったんです。まだわからねえ。棚か箱かへえ、棚は貸し棚になっちまったんです。なんだと貸し棚だうん、貸しダンスのことか。 それがどうしたんだとどうしたんかわけがわからねえから聞きに来たんだが親方へ話なしだとねそりゃあ長寿がすることだものいちいち俺に相談することはねえだってそれじゃあすまねえおらそんな人とは思わなかった情けねえ人だなてめえなんかその仕事のことで 長寿と喧嘩でもしたのかいいえ長い間助けに行ってるが喧嘩どころか大きい声をして呼んだこともね俺を可愛がって近所の人が本当の兄弟でもああはできねえと感心して言ってくれるだのに俺が六軒堀を言ってる留守に黙って抜け出したんだから不思議でならねえ。 何も不思議はねえ。てめえの腕が鈍いから抜け出したんだ。長寿はてめえに何も言わねえのか。何とも言いませんで。はてな、あんなに親切な長寿が教えねえことはねえはずだが、なんか姿勢のあることだ。と、腕組みをしてしばらく思案をいたし、少し、 心当たりがあるから明日でも俺が訪ねてみようそうですなんか不景訳があるんです心当たりがあるんなら何も年寄りの親方が行くには及びませんわっちが訪ねましょうてめえじゃわからねえ俺が聞いてみるからてめえ今夜消えたら長寿に明日仕事の隙を見てちょっと来てくれろと言ってくんな お何を言うんですうちにいもしねえ蝶兄に来てくれろたどこへ行ったんだどこかへ身を隠したから心配しているんだなんだと長次が身を隠したとええそんならなぜ早くそう言わねえんださっきから言ってるんですさっきからの話は 釘の話じゃねえどうりでおかしいと思った。困るなつんぼ。え何あの遠方へ急に旅立ちをすると家主の時計言いおいてどこへもさたなしにいなくなっちまったんです。急に旅立ちをしたとそれにしても俺の時計なんとか言いそうなもんだ。黙っていくところを持ってみりゃ。 なんんかすまねえことでもしたんだろうが「あいつに限っちゃそんなことあるめえに」と子供の時から丹精をして教え上げ「名人」と呼ばれるまでになって親方を大切に思う長寿のことですから清兵衛は養子の常太郎よりも長寿を可愛がりまして「五六日も顔を出しません」とすぐに案じて 小僧に様子を店にやるというほどでございますから駆け落ち同様の始末と聞いて清兵衛は顔色の変わるまでに心配をいたしております。第22席清兵衛親方は気がせってすぐに長寿を探してくれと言っていると長次が酔っ払って入ってきました。用語解説腰 障子の下半分がふすまか板張りになっていること、二枚布の子、綿入れのこと、どこでおごってきたか、普段よりも贅沢をしてきてということ、常太郎も力と頼む長寿のことですから、心配をしながら金松を呼びに来てみると、養父が心配の最中でありますから、 常太郎かねてめえ長兄のこととっさんに言ったな言わねえでもいいにとっさん案じなくってもいいよ長寿のいるところはすぐに知れるからせいべてめえ長寿のいるところを知ってるのかげえわかってるから明日早く探しに行こう若いから どんな無分別を出す名門でもねえから明日と言わず早いがいい金と一緒に今から探しに行きな」とせきたてる老いの一徹請求なのは常太郎も金ね知っておりますが長寿の居所がすぐにわかると申しましたのはただ年寄りに心配をさせまいと思っての間に合わせでございますから。 大きに当枠をいたし金松と顔を見合わせまして「行くなわけねえが今夜はのう金」「そうさ行ってケーると遅くならん、親方明日起き抜けに行きましょう」「そんなことを言って今夜のうちに町芸でもあったらどうする」「大丈夫だよ」「てめえは受け合っても」 本人が出てきてわけのわからねえうちはおら寝ても寝られねえからご苦労だが早く行ってくんねえ」とせきたてられまして常太郎は余儀なく親父の心を休めるために「そんならかねえ行ってこよう」と立とうといたします時勝手口の外で「わけえ親方も」 金子をも行くには及ばねえと声をかけ無遠慮に腰障子を足でガラリッと押し上げどっこいとよろめいて入りましたのは長寿でございます。有機木綿の二枚布子に西川島の羽織を着て目倉島の腹がけ桃引きに白旅というこしらえで新しい朝浦草履を突っかけどこでおごってきたか。 笹織を下げほろ酔い期限で用事を使いながらずっと上がってきました様子がふだんと違いますから一同はびっくりして「兄どうしたんだどけへ行ってたんだほら、心配したぜ」「どこへ行こうと俺が勝手だ」「心配するやつがまぬけだ」「ゲー」「いや珍しい」 兄、「酔ってるな酔うが酔うめえがてめえの厄介になりやんしねえおきにお世話だ黙っていろ」と清兵の前にあぐらをかいて座りました「なんだか変だが兄がどうかしたぜ」こう「兄人に散々心配をさせておいて悪手を作ったひどいじゃねえか」。 生意気なことをぬかしあがるとたたきなるぞ。何が生意気だい。兄ぃ兄と言いや、兄ぶりやがって、てめえこそ生意気だ。と、互いに言い募りますから、常太郎が兼松を控えさせまして。こう、長次、それじゃあおとなしくね。てめえがいなくなったって、金が心配しているのに、悪手をつくのはよくね。 よっているか知らねえがここでそんなことを言っちゃすむめえぜええそうですわっちが悪かったからごめんなせえ何も謝るには及ばねえが聞きはてめえうちをしまったそうだがどけへ行くつもりだどけ行こうとおめえさんの知ったこっちゃねえ」と上目で常太郎の顔を見るき相が変わっていて 君が悪うございますから常太郎が後じさりをする後ろに最前から様子を見ておりました常太郎の嫁のおさが湯呑みに茶をたっぷりついで持ってまいりました。第二十三節酔っ払いの長寿は親方の作った書棚にまで悪態をつきます。用語解説演習すかし 作動家の小堀遠州の思考にかなうような衣装の透かしということ。おまさ「長さん珍しく今夜はご機嫌だね」。お前さんの居所が知れないと言って、夫さんやみんながどんなに心配をしていたか知れないよと茶を長寿の前に置いて「ぬるいからお上がりお夜食はまだだろうね」。 大沢さんからいただいたぶりが味噌漬けにしてあるからそれで一膳お食べよ。ええありがとうガスが,が今食ったばかしですからと湯飲みの茶をいただいて一口ぐっと飲みまして親方わっちは遠方へ行くつもりです。そんなことを言うがどけへ行くのだ。 京都へ行って、理彩の弟子になるつもりで、家をしまったのです。それもいいが、俺も千の理彩の弟子で、いつも話す通り、三年釘を削らせられた、辛抱を死し通したおかげで、これまでになったのだから、今の理財ぐれえにゃ刺すつもりだが、うん、あの、鹿島さんのご注文で、 島切りの火鉢と桑のと棚をこせえたがのう棚の具合は自分でもよくできたようだから見てくれと目で常太郎に指図をいたします常太郎は心得て小僧の留吉と二人で仕事場から桑の書棚を持ち出して長次の前に置きましたどうだ長次 この演習すかしはうまいだろう。引き出しの具合なざ誰にも負けねえつもりだ。これ見ろこのとおりだ。と抜いてみせるを長次はふんと鼻であしらえまして。なるほど。まずかねえがそんなに自慢を言うほどのこともねえ。このやりちげえの止めとすかしの仕事はうそだ。 金松なんだと公安に親方のこせえたものを嘘だとてめえ満身でもしたのかバカを言うな親方のこせえたものだってまずいのもあらこの棚は上辺はいいが56年たってみねえ止めが離れて道具にはならねえから仕事が嘘だと言うのだ。 何だとてめえとっさんのこせえたもなせいづちでひとつやふたつなぐったってこわれねえことはしってるじゃねえかそれがこわれるようにできてるからいけねえのだどうしたんだ今夜はどうかしているぜどうもしねえいつものとおりまじめな長次だそれがなぜ とっさんの仕事をくさすのださすところがあるから腐さすのだ。論より証拠だ。製図を貸しねえ。ぶっ壊してみせるから。面白い。壊してみろ。と、常太郎が腹立ち紛れに製図値を持ってきて、長次の前へ放り出したから、おまさは心配して、あれまあ、およしよ。酔ってるから。 犯人しよ。酔ってるか知らねえかあんまりだてめえの腕が曲がるから壊してみろ金松わけえ親方腹も立とうが姉さんの言うとおり酔ってるのだから我慢しておくんなせふだんこんな人じゃねえからわっちが連れてけえって明日は詫びに来ます兄ふけねえうちにえろうと 長寿の手を取るを振り払いまして「何をしやがるおら宿なしだ。蹴るとかはねえ」と言いながらさえズちを取って立ち上がり常太郎の顔を見て「今叩き壊してみせるからそっちへどいていなせえ」とさえズちを引っさげてよろめく足を踏みしめ棚のそばへすり寄って 安藤の影になるや否やコツンコツンと手早く二つ土ばかり当てるとたちまち釘爪の止めは離れて遠州透かしはバラバラになって辺りへ飛び散りました。第24席へ続く